ヒラノシオジングージュユータキシユータナンバー・アイ初動画が即20万超えファン歓喜の裏側とは日本の音楽シーンに衝撃が走った元キングプリンスのメンバーであるヒラノシオをジングージュユータキシユータが新たに結成したグループナンバー・アイが公式 YouTube チャンネルで初めての動画を公開しその再生回数がわずか20万回超えるなど ファンの期待を裏切らない動きを見せている。この動画には、滝沢秀明さんが設立した新事務所、戸辺の公式 YouTube チャンネルで10月15日に配信された、岸さん加入発表の生放送の舞台裏が詳細に描かれており、メンバーの軽妙なやり取りやリラックスした様子がファンを魅了している。この記事では、ナンバー、イ、初動画の成功の背後に隠された、わちゃわちゃな裏側や、ファンの歓喜の声に焦点を当て、 新グループのこれからに期待を寄せる。本文、背景、新グループ、ナンバー、愛の誕生、新グループ、ナンバー、愛の公式 YouTube チャンネルが、11月27日に初めての動画を公開した。このグループは、元キングプリンスのメンバーである平野紫耀神宮寺勇太、岸優太によって結成され、ファンにとっては待ちに待った再会となった。10月15日、東京ドームで行われた生配信で、 ナンバー、愛の結成が発表された。その舞台裏が初めて公開された動画では、メンバーが東京ドームに到着し、和気あいあいとした雰囲気の中での様々なエピソードが披露されている。平野さんが特製の毛玉を作り、3人で投げ合う場面や、リハーサル前のカメラ前での発声練習など、ファンにとっては嬉しい瞬間が満載だ。メンバーの軽妙なやり取りにファン感激。 動画の中では、メンバーたちの軽量で和やかなやりとりが印象的だ。東京ドームに到着した瞬間から始まる会話は、ファンにとっては彼らの普段の姿を覗き見るような感覚になっている。平野さんが髪を切り、それを使って作った毛玉を三人で投げ合いながら笑い合う場面は、ファンにとっては新しいグループのスタートを感じさせる温かい瞬間となっている。生放送の告知と神宮寺さんの安堵の言葉、 動画では、生放送が始まる瞬間、新しいメンバーが加わることになりましたという発表が行われる。その瞬間、入り場口の裏で登場のタイミングを伺っている岸さんの姿も捉えられている。生放送が終了した後、神宮寺さんは、東京ドームの力のおかげか、緊張せずにできたと安堵の言葉を口にし、平野さんも、確かに、俺と人、 神宮寺さんがやった時はもっと緊張したと共感する場面が印象的だ。ファンの歓喜と感謝のコメント、動画公開後、ファンからは歓喜と感謝のコメントが相次いで寄せられている。例えば、三人一緒の姿を見て泣きました。また表舞台に出てきてくれてありがとう。嬉しくて涙が出るな。心から、お帰りなさい。と伝えたいです。三人がどれだけの思いでここに立ったか。 考えると泣けてきますといったコメントが多く見受けられる。これは、ファンがメンバーたちの再会を待ち望んでいたことや、彼らの新たなスタートに対する期待が高まっていることを示している。動画の成功とトレンド入り、動画は公開からわずか4時間で24万回再生を超え、X、Twitter、レ e h a n ー、no. I、YouTube がトレンドワード1位に踊り出た。動画タイトルである、緊急性配信。 ビハインド在イ e CNES のトレンド入りし、多方面からの注目を浴びていることが伺える。これは、ファンだけでなく一般の視聴者からも高い関心が寄せられていることを示しており、新グループ、ナンバー、アイのデビューが音楽シーンに大きな影響を与える可能性があることを示唆している。新グループ、ナンバー、アイの初動画が即座に20万回超えの再生回数を達成し、 ファンや一般の視聴者から高い評価を受けている。メンバーたちの和気あいあいとした姿や、ファンとの交流が詰まった動画は、待ち望まれた再会の瞬間を感じさせ、これからの活動に対する期待を高めている。トレンド入りしたハッシュタグや動画タイトルも示すように、彼らの活動はますます注目を集めている。新グループ、ナンバー、愛はどのような未来を切り開いていくのか、これからの動向に期待が高まるばかりだ。